毎日ブログ生活994日目。食べ放題と聞いてワクワクしながら、ビュッフェとバイキングの違いからクラフトテープとガムテープの明確な違いを学びました。今日はそんなお話です。お彼岸になると毎年咲く彼岸花は本当にすごいと思う。久留米でボンドを専門に販売している末慎こと末安慎二です。エースボンドの総合理念、人と人をくっつけて夢を叶える。今日も張り切ってお願いします。今日のお題はクラフトテープとガムテープとの明確な違い。9月20日声のブログ。ビュッフェとバイキングの違いって知っていますか？最近ビュッフェが増えてきたけど、同じ食べ放題って意味だと思っていました。精神は今まで食べ放題って聞いただけでワクワクしていましたが、最近ちょっとだけ落ち着きました。ビュッフェとバイキングの違い。ビュッフェとは本来フランス語で飾り棚という意味があり、横に長い飾り棚の上に並んださまざまな料理から自由に好きなものを選んで食べられる形式の食事スタイルを指す言葉に転じたそうです。ビュッフェは基本的に立食スタイルで、セルフ形式の食事を意味するため必ずしも食べ放題ではありません。ではバイキングとは、一定の料金での食べ放題形式の食事のことです。冷製の前菜を好きなだけ取るスモーガスボードと呼ばれる北欧の食事スタイルが元になっています。これを取り入れたレストランを作りたいと、1957年、昭和32年に帝国ホテルがレストラン名を募集して、バイキング、昔の北欧の海賊の名前が採用された。帝国ホテルの名店だったバイキングが食べ放題の意味で使われるようになりました。ちなみにバイキングは日本で生まれた造語なので、海外ではビュッフェ、スモーガスボードと言わないと通じません。なるほどなるほど、これ知ってたら結構会話のマウントを取れますね。接着剤でも同じような感じで、クラフトテープとガムテープの違いって知っていますか？とよく聞かれます。皆さん同じような意味で使っていませんか？実は違うんです。クラフトテープとは文字通りクラフト紙、クラフト紙の裏側に粘着剤を塗布してテープに巻いたもの。主に梱包用として使われます。手でも簡単に切れます。最近では重ね貼りできるクラフトテープ、文字が書けるクラフトテープなどもあります。ではガムテープとは、粘着テープの種類。クラフト紙の片面に水溶性の糊、ガムを塗り乾燥させた上で細長い帯状にしたものです。クラフトテープとの違いは、ガムテープの糊面は乾燥していてそのままではくっつきません。使うときは糊面に水をつける必要があります。まさに今でいう切手のような感じですね。しかもこのガムテープはあの発明王トーマス・エジソンが発明したものなんです。日本では1923年にアメリカから製造機械と原料が輸入されて製造が始まっています。クラフトテープよりガムテープの方が歴史が古いですね。たまには毎日ブログも勉強になりますね。正しい知識をどんどん伝えて広げていってください。今日の一品です。 JR 久留米駅で北海道物産展が開催されていたようだ。自由に動けないときは物産展で味わおう。しばらくはスープカレーだな。ではまた。末慎でした。